マクラーレン MP4 から25は、マクラーレンが2010年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラ1カーである。2010年シーズンの開幕戦から最終戦まで、実戦投入された。MP4 から24と MP4 から25の、ホイールベースの先程変更によってレース中の給油が禁止されたことに伴い燃料タンクが拡大したため、他のチームのマシン同様、 前年型の MP4 から24よりホイールベースを延長している。ノーズは MP4 から24と異なり、高く持ち上げられた扁平なものとなり、その下に空気を振り分けるパーツをダミーカメラと共に設けている。サイドポンツームは後方に向けて極端に落とし込んだ形状となり、排気は横長の穴から排出される。前年にトレンドとなった。 マルチディフューザーを念頭に設計されており、リアウィングのロアエレメントと組み合わせて、気流の引き抜き効果を高めている。アンダーフロアに設けた上段ディフューザーの吸入口も大型化した。空力的に敏感で、車高の変化を嫌って、サスペンションを固くしたため、ブレーキングで、マシンが安定せず、タイヤの消耗が早くなったとの指摘がある。詳細は、 F ダクトを参照 MP4 から25には F ダクトというシステムが搭載されている。これはコックピット前方にある吸気口から空気を取り入れ、その空気をコックピット、シャークフィンの経路で設けられたダクトを通し、中空構造のリアウィング裏面に開けられたスリットから吐き出し、リアウィングをストールさせることでドラッグを減らし直線スピードを向上させるものである。 可変フラップの代わりを担うものである。海ダクトのオンオフはコックピット内でドライバーが任意に行う。前述のダクトはコックピット内の箇所に穴が開けられており、オフの状態ではモノコック上部の開口部から入った空気はその穴からコックピットに吹き出すようになっている。しかし、ドライバーが膝、または肘でその穴を塞ぐことで一連のダクトが完成して、 オンの状態となり、空気がシャークフィン内部を通り、リアウィングに向かう。ブローンディフューザー導入後の MP4 から25日本 GP でランデブー走行する MP4 から 25F ダクトは、最高速度の向上に大きな効果を発揮し、レッドブレ RB6 が取り入れたブローンディフューザーと、共に2010年の2大トレンドとなった。第二戦で、カイ・ダクトを投入したザーバーに始まり、 他チームも続々と F ダクトを投入してきたが、オリジナルであるマクラーレンのそれとは完成度に開きがあり、なかなか熟成が進まなかった。フェラーリなどは F ダクトの開発に専念しすぎたあまりマシンのパフォーマンスが低下するほどだった。当初はレッドブレ RB6 やフェラーリ怪獣に競争力で大きく水をあけられていると言われたが、この F ダクトによって、 MP4 から25は高速サーキットよりのマシンとなり、トルコ GP、カナダ GP、ベルギー GP、イタリア GP 等、いわゆる高速サーキットと呼ばれるコースにおけるレースで優位性を示した。逆に、モナコ GP、ハンガリー GP、シンガポール GP、日本 GP 等、ハイダウンホースサーキットで行われたレースでは、ライバルの後陣を排する光景がまま見られた。 この点で、高ダウンホースの空力特性を持つ一方で、エアロパッケージやエンジンの面から、高速サーキットを苦手とした RB6 と交代賞である。終盤戦には各チームとも F ダクトが成熟してきたことから、トップスピードによるアドバンテージも減少した。第10戦イギリス GP では、ブローオンディフューザーをテストしたが、フリープラクティスでの結果が悪く、決勝では、 採用を見送った。次戦ドイツ GP から正式に搭載し、車体後部は前半戦とは異なるデザインとなった。第14戦イタリア GP では、両ドライバーのエアロパッケージが分かれ、ハミルトンは F ダクトなしの薄いリアウィングを装着する一方、バトンは F ダクト付きの大きめのリアウィングを選択した。バトンは F ダクトを活用したセッティングがハマって、予選、決勝とも2位を獲得し、 モンツァサーキットにおけるセオリーを覆す結果となった。バトンとハミルトンは両名ともドライバーズタイトル争いに絡んだが、バトンは第17戦韓国 GP でのノーポイントが響き、第18戦ブラジル GP で権利を失った。ハミルトンは一時ポイントリーダーだったが、2戦連続の接触リタイアにより交代し、最終戦アブダビ GP での逆転は叶わなかった。結果的に、 ドライバーズ・コンストラクターズとも、レッドブルにタイトルを奪われる形となった。ありがとうございます。